どうもタブヤンです。プレイボール。今回は水島新司の大甲子園プレイしてみたいと思います。カプコンさんのファミコンソフトですね。さあ今年も始まりました全国高等学校野球選手権大会。漢字とひらがなが入り乱れてますね。本日はここ保土ヶ谷球場から神奈川県予選大会の第1回戦。1回戦ですか。大甲子園の漫画全巻持ってるんですけどね、確かもっと先の準決勝ぐらいからじゃなかったかな。漫画はね、優勝候補の筆頭明君高校と新居浜高校の試合の模様をお伝えします。うん、これ大甲子園はね、3年の夏かなを、メイ君のね3年夏をプレイする物語ですね。もうね3回甲子園で優勝した後のメイ君高校ですからね。その神奈川県予選1回戦だから楽勝のはずなんだけど、3対0で9回表か。なるほど。ツーアウト満塁、バッターは4番山田くん。さあどう攻めるか、新居浜バッテリー打つか山田くん。いや新居浜バッテリーかわいそうでしょ。ピッチャーの名前ぐらい紹介しようよ。そしてねこのゲームはシミュレーション野球って感じですかね。作戦はってコマンド入力するんだよね。ヒットエンドラン、盗塁スクイズとかいっぱいあるんだね。ゴーダゴーダやってみようか。狙いはインコースでいくか。スイング速度普通でいいんじゃない。あー空振り。ゴーダインコース狙ったのにな。ゴーダの方がいいんじゃない。フルスイングしよう。ゴーダあくまでインコース、ストライクゾーンに来たら普通ぐらいで。どうだ、当たったか。会心の一撃弾丸ライナー。どうだ、コンピューターが考えてる。飛びつく、ファースト飛びついた、弾いた。打球はぐんぐん伸びている。ライトフェンス選んで考えてる。ライトジャンプ、あグラブに当てて落とした。面白い。わあ弾丸ライナー帰ってきた。2点タイムリーやったぜ。そして5番、ほほえみ。ほほえみはなんか必殺技ないのか。あフルスイング、フルスイングしようか。狙いは、あこれバッターによって全然違うんだね。微笑みは、なるほど。微笑みのストライクゾーンは、高めしかないんだ。どうしようかな。じゃあ、こうしようか。あれ？なんか相手、右上に投げるってこれバレてるんじゃないの？どういうこと？ここでいいんじゃない？普通で。あ、違う。ど真ん中来た。ど真ん中空振り。どうした、ほほえみ。フルスイングしてるからか。あもうフルスイングできないんだ。打つ、あのサインは何なんだろう。あキャッチャーが構えてる場所か。騙されたらいけないね。でもね普通、あ遅いっていうのがなんか遅い。バットに当てた？ピッチャー返し？ピッチャー取れない。セカンド、ショート取る。そんな選ぶんだ。ダイビングキャッチ、しかし取れない。センター懸命に走る、しかしヒットですね。微笑みもつなぎました。6対0。まあ1回戦だからね、ウォーミングアップって感じかな。石毛って誰だ、覚えてないぞ。
フルスイングでいこう。あ、フルスイングできない。あ、狭いな、ストライクゾーンがね。そう考えるとすごいよね、山田くんは。で、打てる範囲がすごい狭いね。高め狙おうか。あ、全然違うインコース来た。やばい、追い込まれた。見送るって、これ最初から見送るのすごい勇気いるよね。一球見ようか。あー、ど真ん中来た。こういうもんだな、野球。しかし3点取って6対0。これは里中余裕があるでしょ。あ、オートもできるんだね、ピッチャーはね。なるほど。でも球種いっぱいあるね。ストレート、遅いめのストレートとスライダー、スライダー行こうか。で、相手の打てる範囲をね、見て。ボールか。じゃあ、アウトコース。コントロールが命の里中ですから。ストライク！カーブ。低め。アウトコースが打てないみたいだから。あ、ボールが厳しいとこ行くな。ストレートじゃあ、これ普通にもうストライク取って。オッケー、手出せないんじゃないこれ。ストレート押しだ、高め。コントロールで勝負だ。オッケー、まず一人。さあ、1回戦だからね。インコースの高めが打てないのか、この人。里中のコントロール見せてやるか。顔の近くね。あーっと、打った。ファースト痛烈なゴロだ。どこへ投げる、一塁。これね、で、このコマンド入力なんですけど、時間制限があるんだよね。コマンドを選んでる間にランナー進んでるからね。さあ、アウトコースだな。ここ打てないな。キャッチャーレフト、嘘、フラフラと上がった。これキャッチしてくれるでしょう。どうだ、ナイスキャッチ、アウト、スリーアウトチェンジ。いや、練習ウォーミングアップ程度でしたね。いわき打席ありませんでした。明君高校2回戦進出です。どんどんやっていこう。シミュレーション野球ゲーム、パスワードはこちら。パスワード取っていこうかな。はーい。なんか ロックマンみたいなパスワードだね。そうか、カプコンさんだからだね。そして3回戦、東証白縫くんが率いる白新高校と郷田山田くんの明君高校が激しい戦いを繰り広げています。あ、同点じゃないか。9回、しかも白新高校が表の攻撃、4番の白縫まで回るだって。さあ、ここはでもストレートでコントロールで、あーっと、バックネットへのファウル、高めをファウルに。ストレート押しだ。でも今度は低めだ。オッケー、ナイス。そして最後はそうだね、ライザーってなんだ。ライザー、サトルボールっていうのもあるんだけど、サトルボールは白縫くんまで残しとくか。カーブだ、インコース低めのカーブ、三振だ。よーし、狙い通り。山田くんのリードが光りますね。さあ、この人はインコース高めが打てないみたいだから、もういきなりズバッと。あ、その苦手なとこ狙ってきた。自分の苦手、わあ、レフト大きい。だって、なんだって、レフトバック、レフトバック、フェンスに直接当たった。嘘、急げ急げ。あ、ランナーセカンド向かってる、急げ。慌ててボールを拾って三塁に投げる。
マジか、白縫い組んで得点圏。どうしよう、早め、早いストレート。うわ、全部打てるんだ、白縫い。インコース低めだ。あ、狙ってきた、やばいぞ。サード飛びつけ、あー、サード抜けた。マジか、知らぬやるな。あ、サード戻ってくれた。三塁コーチは回さなかったね、よかった。さあ鈴木、サトルボール出す前に打たれたぞ。目の速球だ。あ、狙われてる、完全にマッチしてる。セカンドへ痛烈だ。ファースト取る、ナイスキャッチ。一塁へ、あ、違う、ホームだった、ホームに投げるべきだった。1点取られた。参ったね。シュート、裏の攻撃があるからね。あれ、あ、時間切れか、時間切れで真ん中投げちゃった。マジか、ど真ん中投げちゃったよ。ショートへのゴロ、キャッチして、ファーストへ急げ。アウトでしょ。よし、さあ1点追いかけましょう。打順はどうなってる。あ、里中からか。どうしようかな、見送ろうか。1球ど真ん中来た、舐められてるな。舐められてるね。里中でも9番バッターってバッティングいいんだよ。よし、ど真ん中、そうだな、遅いボール。あ、なんか来た、なんか来たよ。どうだ、154キロ、すげー。え、一球外そうとしてるよね、これ見送りましょうか。ボールだね、よしよしよし。え、これ高めに来るんじゃないの。フルスイングしようか、高め、速いボールだ。来い、勝負だ。読みが当たったんじゃないのこれ。ライトへのゴロ、オッケー、ヒットで出塁しました。こらこら、ライトゴロをやめてくれよ。さあ1番いわき来ました。何これ。いやいや、悪球打ち。どうしたらいいのよこれ。ゴーダだよね、狙いはって。え、1点しかないの、ひどいな。いわき打てるわけねえじゃんこれね。超速球来るんじゃない。嘘、ストライクゾーンに投げられたら打てないじゃん、いわき。面白すぎるぞ。ゴーダ炸裂、あ、もうできないの。何これ、ど真ん中やってみようか。絶対打てないよね。ほらー。ど真ん中投げられると無理じゃん、ひどいな。高め来たら打つみたいな感じかなこれ。ほらー。いわき絶対無理じゃないこれ。さあ、トノマにかけましょう。どうしようかな、真ん中ここでいこうか。遅いボール待ってみようか。えやー、どうして、フォークか。おいおいおい、遅いボール。あー、トノマなんとかしてくれー、負けちゃうよー。高め行ってみようか。こことか来そうだよね。来い。あー、逆、どうだ。
ファールか。なんとか当てたな。うわ、緊張するなこれ。コマンドこの辺りかな。高め、速いボール当てたか。どうだ、セカンドゴロ。ボテボテじゃないかこれ。トノマ、なんとかしろ、走れ。あー、試合終了。あ、まだか。スタートだね。山田か。なんとか山田に回すんだ。あ、結構範囲広いね。この辺りかな。苦手なとこ来るんじゃない。普通のスピード。うわー、なんか来た、速いボール来た。158キロ高校生の球じゃねえ。もう打っていくよ、どんどん打っていく。速いボールにファールか。あー、打ち上げたー。終わったー。チェンジじゃなくてゲームセットでしょ。くっそー、番狂わせだー。明君高校敗れる。山田まで回りませんでした。球けがれなく道険し。ここで綺麗に終わっとくのが大甲子園なんでしょうね。私汚れあるからリベンジしたいと思います。しまっていこう。パスワード入れやすいね。すぐ早く入れられる。さあリベンジだ。泣いても笑ってもこれが最後だ。これオート使ってみようか、里中にね。これこそ山田のリードなんじゃない。あ、デッドボール。どうした里中、さっきの試合の後遺症か。シュート、いいね。さあオートで山田のリード。私がね球種を選ぶからよくないんだ。セカンドゴロ。あ、これゲッツーだ。ゲッツーコース、キャッチしてトノマだ。トノマ二塁、急いで投げて一塁。あ、セーフだ。くそー。白縫い来た。敬遠でもいいんじゃない、白縫い。おお、一球外す。あ、その外したとこ狙ってきてる。読みが鋭い。ライト、あ、これもうホームランだね。こりゃダメだ。え、取る取る取る。おお、取れないホームラン。白縫いやるな。強いな。やっぱ敬遠が一番の策なんじゃない。でもそれじゃ全国勝てないからね。まだ神奈川県予選だもんな。サトルボールか。いや、サトルボール白縫いに投げた方が良かったかもな。116キロ。やっぱ自分の苦手なコース。あ、鋭いライナーでライト線。うそでしょ。キャッチした、アウト、オッケー。ね、自分の得意なコースとか球種があって、お互いバッターもピッチャーも分かっててね、それ分かってて投げてるからね。その駆け引きが面白いんだよね。またライト、お忙しい。ナイスキャッチ、チェンジ、よし。さあ2点を追いかける形。里中からだよね。うん、こ
でもね、バッティングはオートがないんだよね。オートの方が強いと思うんだけどな。初球フルスイングいこうか。あ、できない、フルスイングできない。ど真ん中狙いましょうか。はい、空振り。ど真ん中打つ。あ、来た。さの中合わせられるか。ダメだ、159キロはきつい。どうしよう。高め狙ってみようか。あー、ダメだ。くそー。さあ、いわき、あっ、旧地のいわき。ここ狙っていいんじゃないの。違うの、遅いボール。あー、速いボールが来た。くそー、狙い球来たのに今。そうだな、遅いボール。あれー、いわきちゃん、ここどうしようかな。速いボール、いわきちゃん。キャプテン追い込まれました。トノマ、いや、このゲーム難しいね。見送ってみようか。あ、落ちてきたじゃん、フォークじゃん。打っちゃおうぜ。どうしよっかな。この辺り、速いボール、ファウルフライか。これ取れないでしょ、これはさすがにね。オッケーオッケー。さあ、トノマ粘ってくれー。バントとかしてもいいけどな。これハイスピード来たりしても来ないか。お、どうだ。おお、トノマ粘っております、粘っております。高めか。これでも抑えに行かないと。速いボールに合わせて。おーっと、これはヒットになるんじゃないの。どう、レフト前ヒット、イエーイ。トノマ、さすが。さあ、問題はこの山岡だよね。ここで繋がないと。これツーアウトじゃなかったらバントするんだけどな。でも結構範囲広く振れるんだよね。低め狙ってみようか。そうだね、遅いボール、速いボール狙おうか。初球打ち、どうだ、どうなる。ファースト頑張れ。セーフ、セーフだろ。あー、一歩足りなかった今。持ってないな、今のがセーフだったら山田まで回ったのにな。いや、でもやり込んだら面白そうなね。玉けがれなく道険し、まさにその通り。でもパスワード使ってね、リベンジしようなんてちょっとけがれてましたけどね。いやー、水島新司の大甲子園、全26巻かな。よかったら皆さんもね、漫画買って読んでみてください。電子書籍もね、最近ならありますけど、紙の漫画がやっぱりいいですね。うん、おすすめします。まだ第1巻の1話目までいかなかったね。ストーリーもうちょっと見たかったですけどね。それではまた次のレトロ野球ゲームでお会いしましょう。さよなら。